要約すると、解説するアクション剣術は猫流だから頼んますってわけさ。それでは行くぜ。どうも、お隣剣士です。皆さんですね、アニメとか見てますと、刀をくるくる回すシーンとかあるじゃないですか。多分それを見た方々はですね、え、胡蝶忍さんめっちゃ回すやん。ちょっと俺も回してえな。ちょ、おかん、なんか刀回したいんやけど。なに？刀なんてうちにないわよ。この孫の手か、突っ張り棒こんぐらいしかないわよ。あ、じゃあ突っ張り棒でいいよ。よっしゃ、俺もこれで胡蝶忍さんになるぞ。回せねえじゃねえかよみたいに、ね、なると思うんですよ。なんで今回はですね、アニメとかで見るようなこういうね、くるくる、あ、これじゃないですね、これか、まあ、こういうね、くる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 回すようなね、やり方をやっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。アドベル剣士の表現で今回解説する技は3つございます。まずですね、敵がマシンガンとか弓でね、撃ってきたと、狙撃で撃ってきた場合に、まあ、例えばですね、まあ、こうやってね、撃ち返したり、あとはですね、まあ、もっと簡単な、まあ、これのやり方とかね、まあ、基本的なものからもやっていきます。まあ、そして次に解説するのはですね、まあ、例えば YouTube で刀の回し方って検索したら出てくるやつです。まあ、大体ね、 YouTube ではね、これを解説してますよね。まあ、なんで、まあ、これも一応解説するんですけれども、これだけで終わったらね、他の YouTube チャンネルと同じじゃないですか。なんで今回はですね、これよりも回転数を上げた、まあ、こっからね、まあ、さらに回転させるみたいなね、そういうのをやっていこうと思います。それでは1個目やっていきましょう。それでは反転させましたんで、こっちが右手でございます。でね、まずやる技はですね、まあ、これですね。まあ、これをやっていくんですけれども、まあ、どの技もそうなんですが、まあ、刀を回転させるときはですね、親指と人差し指、この2本だけで回転させて、まあね、掴むときはこうピタッてさせるときだけ、あとは回転させるときは親指と人差し指だけでこうやってね、やってピタッてさせたいときに残りの3本でちゃってね、やる感じでございます。それではね、それを踏まえてやっていきましょう。まあ、まずですね、今のは最初肘の外側で1回転、肘の外側で1回転、そして次に肘の内側で1回転、正面から見せますと外側内側、外側内側でございます。で、このままだとね、行き止まりなんで、体を180度ひねってこっちへ行く、で外側内側ひねる、こうで、このままだとバチバチね、これ、ね、二の腕に当たって痛いんで、まあ、M じゃないんでね、こうやって行って当たる前に180度、そうするとこう行きますよね。で、こう行って、で、このままだとね、ちょっと円が大きいじゃないですか。まあ、あえて大きくするならいいんですけれども、こんな大きくしてたらね、隙間からね、ドゥ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 ってね、撃たれちゃいますよね。なんで、なるべくこう小さくする。そのためには、この肘をね、そんなに動かさないと。この肘を結構固定する感じでやると、まあ、早い感じにね、まあ、こうやってね、やることができます。まあ、注意点はね、まあ、ここ当たらないように気をつけてね、早めにやっちゃうとね、バシーンってね、足に当たっちゃうんで。まあ、肘か足か選ぶのはあなた次第ですが、まあ、当たんないようにね、気をつけてやってみてください。続いてはこちらでございます。でこちらなんですけれども、まあ、さっきのやつはですね、うっしってね、疲れるじゃないですか、結構体を動かすんでね。で、遅くなってくるとですね、こう隙間ができちゃうんでね、ドゥ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 って打たれちゃいますよね。なんでこう疲れてきたら持ち替えてね、この簡単なね、この腕だけでね、やるやつに変えるという感じでございます。それではね、早速解説やっていきます。まずですね、まあ何でもいいんで逆手に持ち替えます。まあ、逆手の持ち替え方わかんない方はですね、まあ前の動画とか見ていただいて、まあ、とりあえず今回はですね、まっすぐにしていただいてこう持つ感じ、これだけでいいです。で、この状態からこの切っ先で8を描く、ただ8を描くだけです。でも皆さんお分かりの通りね、こう真似していただいてると、こう体が揺れてるんでね、結構最初揺れちゃうんでね、こんなね、気持ち悪いじゃないですか。なんでこうならないように、まあ、体をデーンとね、ちゃんと構えて、そしてまっすぐにやって、でこうやってねやると。で、この8なんですけれども、これもね、ギューってね、掴んでるとこう円がね、こんなになっちゃうんで、なんでこれもね、ちゃんと親指と人差し指、これだけでこうやって回転させると、そうするとちゃんとね、打ち返せるという感じでございます。続いてはよくアニメアクションで使われる、まあ、これね、この全方向の回転のやつをやっていこうと思います。これはですね、この前名前に惹かれてみた仮面ライダーセーバーっていうんですかね、まあ、それのエンディングでもですね、
光輝だけさみたいなね、あんま分かんないんですけれども、まあ、こんな感じでですね、こういう感じかで、こういう感じでね、使われておりました。まあ、それでは早速やっていきましょう。まあ、これなんですけれども、さっきと同様に外側、内側行って、で180度回転させ、ここで1回転。さっきはこっち行って、まあ、こう言ってたんですけれども、今回はここで1回転。親指と人差し指で、ただこうやってね、回転させるだけ。そして、これのこう来た動きを、そのまま、今度はこっちへ行くんじゃなくて、こっち、左側へ行きます。こう来た動きをそのまま左へ持ってくる。そして、こっちで切り上げ。正面から見せますと、まあ、この状態から一回転して、そしてこの勢いを左側へ持っていって、こっちへ持っていって、切り上げて、そしてこっちへ持っていく。こっから、こう行って、こう行く。という感じでございます。まあ、これなんですけれども、まあ、あんまね、こっから、こんなね、大きくやっちゃうとね、あーみたいなね、ちょっとあれなんで、まあ、ここでセクシーな感じでね、そんなに上上げずセクシーな感じで、まあ、ちょっとやってみるのもいいかもしれません。それではね、次やっていきましょう。続きまして、僕の大好きなですね、こちら、この抜刀術でね、よく使ったこの動きをね、加えていこうと思います。まあ、具体的にはですね、まあ、例えばここでね、まあ、いろんなね、組み合わせをしたり、あとはさっきよりもまたね、ここで回転増やしてやったりとね、まあ、いろんな応用ができますので、まあ、ぜひ楽しみにしてみてください。それでは早速やっていきましょう。それでは早速やっていくぞ。じゃあまずはですね、まあ、さっきと同様に、まあ、外側、内側とやってみてください。で、ここで、まあ、こういくんですけれども、ここの時に人差し指をこっちへ移動させます。これをこっちへ移動させます。そうすると、ここで移動させといて、この状態から時計回りに回転させると、こうやって順転に戻りますよね。そしてそのまま背中へ持ってって、セクシーポーズじゃなくて、もう何回このネタやるんだって話なんですけれども、こういって人差し指こっちやって、こういって、そしてこうやってね、切って突くこともできますし、あとはですね、ここから、このまま自分の左足出す、右足出す、して一回転して切るとね、こういうこともできますよね。まあ、これを応用すればですね、まあ、この抜刀術にもできますよね。こっから外内、そしてこっち行って、そしてくるくるくるってやってやると、まあ、早くやると、まあ、こう行ってくるくるくるって行ってジャーンとね、こうやってこういう回転抜刀術にもなると思います。まあ、続いてですね、まあ、今はここでやったんですけれども、これをさっきと同様にこっちまで行っちゃう。で、ここで人差し指をこっちへ移動させる。そして、ここで、時計回りに一回転。そして、こっちへこうすれば、まあ、あれですね。まあ、全方向に敵に囲まれて、やべえ、こうやべえ、やべえってやってる時に、遠くからですね、なんか、古速な奴がですね、よし、ストッキッキとかやってきて、上空から矢が降ってきたと。やべえよ、敵がいるのに上は防げねえっていう時に、これね、人差し指を変えて、ここで一回転して上空もね、防いでる。まあ、手でね。で、これ戻ってね、こう行って、くるって回転させながら、こうやってね、もうこれをやればですね、もう YouTube 史上一番敵に囲まれてもですね、まあなんとかなるんじゃねえかっていう話でございます。というわけで本日の稽古はここまで。夜が明けてしまいましたね。バイト行ってきます。それでは、てれてん、てれんてれん、次回もよろしくね。へい。